サウンドジュリアです、お客様からネームオーディオのネイト3 CD プレイヤーを預かりましてトレイのこの位置がですね奥に入り込んじゃってるとか回転するときに異音が出るとか、ちょっといろいろ不具合がありまして、で手直しをしまして今お返しする前に最終的な動作チェックでビデオを撮ってます。で内容はブログの方にありますので YouTube の下の説明欄の URL をクリックしていただければ見ることができると思います。回転の異音は異物が中に入っていたりしました。それからこの CD プレイヤーによるよくあることなんですが、このカチッと止めるストッパーが壊れて奥に入り込んでてしまうっていうことがよくあります。でその他の異音というのはこのふわふわ浮くようにメカ部がふわふわ浮くようにできているダンパーがあるんですけど、それを基板側で固定しているそのネジがあるんですが、この見えないこちらの中の部分ですねのネジが緩んでたりしましたので、とりあえず全部直しました。でもう機器の製造年月が経ってますので、こういうちっちゃい電解コンデンサーとかはもう容量抜けが進んで、もう大体半分ぐらい抜けてるんじゃないかなっていうような状態だと思いますけど、意外になんとか聞けてしまうぐらいの音で鳴りますので、今からちょっと鳴らしてみたいと思います。最初読み込まなかったんですけどね、今はもうすぐトップも読んでこれでプレイすれば鳴ると思いますけど、ちょっと聞いてみましょう。どうですかね。読みますね。感じでとりあえず復活しましたが、まあ、なんとか動いてるっていう状態だと思いますので、本来ならリキャップとかしてオーバーホールした方がいいと思うんですけど、とりあえず懐かしい CD プレイヤーですし今にない音で聞ける機器かなっていうふうに思いますので、ちょっとアップしてみました。今日は以上です。